皆様おはようございます。ルミナスタジオのバーチャルビデオクリエイター照谷光陽です。2020年10月4日をもちまして、楢崎ルミのルミナスダイアリーシリーズ10周年を迎えることとなりました。今回は毎度同じこと言わないんですよ。これまでルミナスダイアリーシリーズは10年間一貫してアドベンチャーゲームのようなビデオブログを続けてきました。実はこれ、当時の俺が持てる編集や撮影技術の中での最大限の工夫と妥協によって出来上がったものでした。時は流れ10年、数々の業務経験やテクノロジーの進歩によって、ついに本当に作りたいものへのアプローチの壁を一つ乗り越えることができました。民間レベルで VR 技術を駆使して 3D モデルのモーションキャプチャーをする。この一つのソリューションによって、ルミナスダイアリーシリーズは次の段階へレベルアップします。その実証実験こそが俺の VTuber コンテンツでした。まあこっちは2周年なんですがね。十分な経験とワークフローが整ったので、ここで作風とスタイルを一新させていただくことにしました。先ほども言った通り、新しいルミナスダイアリーシリーズは 3D キャラクターが北海道を旅します。新しい主人公がルミの指令とプランにのっとってロケーションを巡る内容となるでしょう。そしてそれを補助するのが俺のナレーションなのよ。あと、これまではビデオブログでしたが、これからは映像作品になります。毎週更新といったハードなスケジュールを控えて、作品の完成度を重視していきます。そのために編集ツールをファイナルカットプロからダビンチリゾルブスタジオへ乗り換えています。まあ、その関係もあって、これまでできたことができなかったりと不便なところはありますが、より習熟していくことで、さらに上のクオリティを目指すことができるはず。作品の刷新は頭打ちになった自分の技術をさらに先へ進める大きなきっかけでもあるんですね。さあ、ご託はここまでにしましょう。クリエイターは言葉よりも作品で語る方が得意ですからね。楢崎ルミのルミナスダイアリーシリーズ、ナンバリングが一つ上がって2になります。それではご覧ください。2020年7月、それは北海道洞爺湖温泉で休暇中だった時のこと。ホテルの一室から花火を眺めるのは我らが期待の新星。ん？どうやら俺の Mac にメッセージが届いたようです。相手は？お、プロデューサーのルミからですね。それならまあ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 余裕じゃん多分。いや、いけるでしょ。北海道へ来た際にいろいろと分け合って尻尾がシャボン玉のキタキツネになってしまったアルマ。北海道についていろいろと興味がおありの様子。ならばナレーションの俺がナビを務めましょう。記念すべき第1回はこちら洞爺湖温泉街。アルマの初陣にはもってこいではないでしょうか。アルマは手始めに洞爺湖の入り口から攻めることにしたようです。早速行ってみましょう。最初にやってきたのは洞爺湖の入り口でもあるサイロ展望台。店舗の隣にあるサイロがまさにその名の由来のようですね。建物の中は売店やワークショップが設けられていますが、ここの本題はその裏手にある名前通りの展望台。さあ、絶景が見えてきました。サイロ展望台は洞爺湖を西側から一望できるフォトスポットでもあります。
昨年まではたくさんの外国人観光客が訪れていましたが、時勢の新しいスタイルがすでに実践されているようです。どうやらアルマは近くで聞こえるプロペラの音に気づいたようです。サイロ展望台から発進する観光ヘリです。ここから数分程度洞爺湖を上空から眺めることができるサービスです。洞爺湖の人口密集地はドローンによる空撮が禁止されているため、ここでの空中観光は貴重でもあります。支笏洞爺国立公園の敷地内にあり、中央に大きな島が浮かぶ洞爺湖。ここから奥に見えるのが今現在でも活動を続ける有珠山。洞爺湖の周りで一番高い山です。あの有珠山が今回の旅のゴール地点です。アルマにはあの山の頂へ、登りきることはできませんが、いいところまでは行ってもらいましょう。次は一気にあの向こうに見える温泉街へ行ってみます。洞爺湖の湖畔にはいくつもの彫刻作品が点在し、湖の景観によく馴染んでいます。ここ温泉街エリアは最も訪れやすいことでしょう。湖畔の歩道は観光はもちろん、散歩からエクササイズ、いろいろと楽しめるはず。ここでアルマは何かを見つけました。湖の向こうから何かがやってきます。遊覧船。湖の観光地でおなじみのものですね。洞爺湖の中心にある島を往復するようです。ということは船着き場がどこかにあるはず。辺りを見渡してみると、ありました。アルマは早速行ってみることにしました。どうやらここに到着するようです。船も結構近づいてきています。あの船の名前はエスポワール。なんかこじゃれたネームじゃないですかね。なんか想像以上にバブリーなデザインの船が来た。アルマはそう感じたことでしょう。まあとりあえず乗船といきましょう。なかなかいい青空じゃないですか。映像にするにはもってこいの天気で何より。さあもう間もなく出港のようです。洞爺湖の中心中島へ出発しましょう。
いざ降りてみるとそんなに陸地と大差ないなとアロマは思いました。ですがここが洞爺湖の中心中島なのは間違いありません。中島は国立公園の国有林がほぼ全てを占めます。基本的にはこの乗船口付近が観光客の歩ける場所となるでしょう。おっと白鳥、苫小牧のウト内でもよく見かけます。神社が設けられているほか美術館から登山道まで用意されています。一応俺自身の昔の記憶ですが、ここで藍染め体験とかしたことがあったような。ということで洞爺湖の中心ともいえる中島を踏破しました。次は思いっきり歩くのでアロマにも覚悟していただきましょう。続いてやってきたのは温泉街の中腹あたりにあるビジターセンター。国立公園によくある玄関口のようなものです。ほんの少しだけパブリックスペースを覗いてみましょう。ビジターセンターは現地周辺の植生環境を展示する一つのギャラリー。ここへ訪れるだけで公園の大まかな地理を知ることができます。次にアルマに向かってもらうのはこのビジターセンターの奥、有珠山噴火の記録を残す災害遺構を間近で見てもらいます。いわゆる合法的に保存された廃墟ってやつですね。では歩いてもらいましょう。レッツゴー。嘘だろお前。ていうかヒグマ出るのかよ。こいつは予想外だな。まあ危ないなら仕方ない。この遊歩道を上から見るスポットがあるので諦めてそちらへ向かうことにします。先ほどの遊歩道の名前はコンピラ火口災害遺構散策路でした。コンピラとは山の名前で、今アルマが立っているのはその山が見える展望台です。有珠山の噴火の際このコンピラ山も合わせて煙が上がったと言われています。この展望台では温泉街や湖だけでなくその火口も見ることができるわけです。先ほどの遊歩道が見えるところから右に目をやるとその火口を一望できます。噴煙は止まっていて池が出来上がっています。九段の有珠山はここからでも見ることができます。こちらは一応裏手側ってところでしょうか。有珠山噴火の痕跡を観察できる有名なスポットはもう一つあります。あそこだったらヒグマは出ないんじゃないかな多分。ここはビジターセンターから南へ向かうと見えてくる西山山麓火口散策路、そして国道230号線だった道路でもあります。この辺りは噴火の際の隆起が激しい地帯で、周辺の残存している建物も傾いていたりします。この元消防施設も傾斜していて、確かに外観からして少し歪んでいるのがわかるはず。さあ今度こそ遊歩道を歩いて火山活動の痕跡をめぐる冒険に出ましょう。嘘だろお前。まあコンピラの方もクマが出るならこっちもリスクあるってことよな。うん、初回でこんだけ出るのちょっと困るんだが。え、
ああ、途中まで行きそうってことか。入れないならどっかで封鎖してるもんな。この位置から見ると建物の傾斜がよくわかることでしょう。陥没した道路と残された標識なども見渡せます。奥にはねじ曲がった道路も残されていますね。もっと奥へ行きたかったところですが、残念ながらこれより先は封鎖されていました。となればもう最後のスポットへ行くことにしましょう。最後はもちろん有珠山です。有珠山へはロープウェイで登ることができます。駐車場前には観光地のランドマークあるあるの商店街も。収録した日はまだ GoTo トラベルキャンペーンも始まっていなかったので、店舗の半分以上は休業状態でした。仕方ないところでしょう。有珠山と向かい合う山は昭和新山。昭和中期の火山活動によって1945年に形成された山です。有珠山へ登るロープウェイは商店街の奥にありました。では駅へ行ってみましょう。ロープウェイの入り口はこのショッピングモールの中にあるようです。先ほどは天気もよくありませんでしたが、今は蝶がつくほどの快晴。山の上もいい感じに撮れるんじゃないでしょうか。アルマは期待を寄せながらロープウェイに乗り込みます。ここから宗別町と伊達市が見渡せるようになっています。もちろん洞爺湖もご覧の通り。さて、ここでゴールではないのはアルマも知っていることでしょう。有珠山の山頂がよく見えるポイントがこの奥に用意されています。では道なりに進んでいただきましょう。日差しが暑そうですが、我々シャボン玉にはそんなん関係ありません。到着しました。ここからであれば頂上がよく見えることでしょう。ここから見える大有珠溶岩ドームは1853年に出来上がったもの。その前後にも幾度の火山活動によって随所に溶岩ドームが作られています。花崗岩もそうやって形成されていきました。山の南側は伊達市、海側に中心部のある町です。有珠山の溶岩ドームをより観察できるルートがあるのですが、残念ながら登山道に相当するので今回は進めません。残念。アルマは予定の観光ルートを全てクリアしました。これでお前もトラベラーだ。いいね。いやー、お疲れお疲れ。これからアルマには北海道をいろいろ歩いてもらうから頑張れよ。
ほんじゃホテルに帰って適当に。あ、またメッセージ。マジで？